ボーートレース玉川第55回放置新聞社長しずなみ祭杯見事優勝は井口義則選手でしたおめでとうございますありがとうございます3コースから見事なりを決められましたレースを終えて今どんなお気持ちでいらっしゃいますか、はい、あの攻める気持ちであの望ましていただきました、はい、ウイニングラン玉川のファンの皆様いかがだったんでしょうかいやあのすごくたくさんの声援いただいてあの本当にあいたいと思っています後ほどもう少しゆっくりとお話を伺わせていただきます、はい、先に表彰に移らせていただきます はじめに優勝した井口義則選手へ放置新聞社より副賞の腕時計が贈られます銃を行いますのは放置新聞社ビジネス局長長山和則様ですよろしくお願い致しますおめでとうございます,います長山様ありがとうございました続きまして花束が贈られます贈呈を行いますのは静波祭り杯にちなみまして祭りちゃんに奮した三月凛さんですお願いいたします おめでとうございます三月さんありがとうございましたでは改めてお話を伺います優勝おめでとうございますさて今シリーズですけれどもヒーターモーター六十四号機でした五、はい、日間の戦いどんなパートナーでしたかえっと序盤ちょっと全然あのタン回りとかへしっくり来なかったんですけどあの徐々に、えー、今日優勝戦はマックスの状態で臨めたと思っています あの井口選手のバロメーター一つ展示タイムというのもありますけれども今日はそこまで突き抜けている感じではありませんでしたが状態は良かった、ね、そうです、ね、あの自信持ってレースには臨みましたわかりましたそうしたたそう中で今年初優勝ということになりました実は今回、優勝というのがデビューから250回目の区切りでもあったわけですけれども、はい、見事な優勝でただ、玉川は今回ちょっと久しぶりでしたね。そうですねはい、はい 2年9か月ぶりということでしたけれども玉川、これ3回目の優勝になるんですがさすがに昔のことであんまりよく覚えてないですかいや、覚えてますね、<お>覚えてます4かドから見事な枠になっているのが、ねねはい、あったりもしましたけれども、はい、その玉川には今度また再来月になりますが、はい、周年記念でも戻ってこられますけれども、はい、いい、まあ、一つデータといいますかはになりますかね、はいあの一度あの走らせていただいたので、まあはい、この感覚で臨みたいと思います。はい ただ今回あのどちらかというと低勝率気味のモーターも多かったんで同じパートナーではない方が G1 だといいかもしれませんねまあ,あの乗らせてもらえるなら何でもイン,、うん、インジンはいいと思ってるんで、うん、あの自分なりに仕上げて臨みたいと思います今シリーズはその自分なりの仕上げというのはうまくいったということですねはいわ、はい、かりました今年この後の戦いというのも楽しみにしたいと思います、はい、最後ファンの皆様に一言いただけますかはいあの一節間応援ありがとうございました、えー、まだまだ昇進して頑張ります、えー、3月も来ておきますので応援のほよろしくお願いしますありがとうございました 見事今シリーズ玉川を制しました井口義則選手でした本当におめでとうございました